こんばんは、翔太です。今日もパズドラやっていきますと。で、なんだっけ。そう、鬼滅の刃コラボ来て、まあその鬼滅の刃コラボのガチャ引いていこうかなと思います。はい、なんか来ましたね。なんかドラゴンちゃん来ました。ちょっとやっていこうかなと思います。友情ガチャやって、で、その次にちょっと鬼滅の刃コラボ引いていこうかなと思います。まあ十何回か引いてみようかなと思います。さあさあさあ、カモン。カモン。ういめっちゃ強そうなの来た。うん。鬼ですね。鬼滅の刃コラボとか言って、僕あんま鬼滅の刃知らないっていうね。鬼来た、鬼。なんかめっちゃ強そうな鬼来たわ。また、お、これあれじゃん。劇場版の鬼じゃん。劇場版のラスボス。悪夢来た、悪夢。悪夢ちゃんだ。これは激アツなんじゃないですか。超激レア出てくるから、超激レアはやっぱりえぐいんですよね。星6っていいんだよね。ちょっとすいません、分かってないです。星6っていいんだよね、多分ね。星6の超激レアだもんね。お、ねずこじゃん。お、ねずこ、ねずこ来た。ねずこ強いんじゃないの、わかんない。ちょっとすいません、何が強いか教えてください。ちょっとすいませんね、僕分かってないんで。お、来た。鬼滅。なんか雷の子、雷の呼吸、雷の呼吸だってんのかな。ねずこ来た。お、ねずこいっぱい出んね。いっぱいでもないか、2回ぐらい出てる。出てきている。もう一回引いてみる。さあ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 、何来るかな。おお、この女の人来た。女の人来たよ。なんか花魁的な子来た。強そうだ。お、また劇場版のラスボス悪夢ちゃん来た。ラスボスって言ってるけど、ラスボスがこの子なのか僕は知りません。映画見てないんで。すいません、適当なことをずっと言ってます。お、来た。え、また来たよ。この子来すぎじゃね。悪夢、悪夢来すぎやん。3、あれ ?3 回来てる、3、4回来てないんじゃない。悪夢じゃんばっかりや。お、ひょっとこおじさん来た。ひょっとこおじさんめっちゃ強そうだな。そんなことないかな。ひょっとこだからな、強くねえか。おお、またこの女の人来たよ。強いのかな、気になるな。ちょっと教えてほしいな、誰か。お、あー、これあれじゃん。あー、名前わかんねえ。でもね、修行の時に、修行というか岩切ってる時に出てきた子たちだよね。はいはいはい。それぐらいのレベルしか僕分かってないっていうね感じなんですけども、まあちょっと一旦なんか10何回かガチャ引いてみましたと、コラボのね。でやっぱりね、強化していこうと思うんですよ、思ったんですよ。やっぱ強化大事じゃないですか。なんでちょっと強化しようかな。この気前さん。ちょっと読めないんで気前さんにしておきます。気前さん、悪夢、あとこれなんて読むの、ちょっとわかんない。いやー、ねずこ来た。やっぱねずこはね強そうですね。わかんないですけど、まあちょっとねずこはやっぱ強化していきたい。やっぱ主人公の妹なんでね。あ、ねずこって妹だよね。よし。妹だよ。のはずだ。お姉ちゃんじゃない、確か妹だ。
で、いらないキャラクターをぶち込んでけばいいのかな。このスライム、ねずこにスライムを入れていく。ねずことスライムを掛け合わせていく。この可愛らしい子たちをね、ねずこの養分として強化していく。大成功、レベルアップ。レベルアップ、ちょっと待って、あ、レベル11。あ、そうだよね、そんなもんしか上がんないよね。レベル11上がっていく。で、あとなんかこの強そうなさ、この鬼、このキマイさんいるじゃん。僕キマイさんって呼ぶけど、キマイさん強そうだよね。え、多分強いっしょ。なんで悪夢をいっぱい入れていく。悪夢いっぱい当たったんで悪夢いっぱい入れて。俺なんかもったいないことしてんのかな。なんかね、よくわかんないんですよね。何を入れてきゃいいのかよくわかんないけど、とりあえずぶち込んできゃレベル上がるっしょと。成功、成功していく。レベル13上がりましたよと。いや、なんか強そうだな。やっぱ強くね、これレベルマックスとかにしたらめっちゃ強いんじゃない。これね、究極進化ってやばくね。でもやばそうだね、やばそうだな。キマイさん、キマイさん強そうだな。ねずことキマイさんだな、多分。ねずこキマイさんラインじゃない。いや、多分キマイさんの方が強いよな。キマイさん、これはあれか、できないのか。ちょっとよくできないね。まあ、っていう感じでね、今日は鬼滅の刃コラボのガチャ引いてみましたと。まあ、無事なのか分かんないですけど、なんかレアなのかもよく分かってないんですけども、まあ、ねずことかね、キマイさんとか出てきてくれたんで、まあ、いいのか悪いのかよく分かってないからね。はい、という感じで今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。